久保さん。久保さん。事故ってないですかまあ、動画書いてくれば生きてるって感じですかね。まあ、今回ね、そう、あ、あ、いいなと思ったのが、僕と久保さんの中で常識の中でね、動画を撮るっていうのが常識の中に入ってるんですよ。でもみんな動画を撮るっていうことが常識になってないので、まあ、これをね、習慣という言葉に当てはめることもできるかもしれないですけど、まあ、今回常識と。 あなたの常識は何ですか動画を撮らないっていうことが常識であり、動画を撮る非常識。え、今からやっても YouTube やっても稼げるわけないやんっていうのが常識かもしれないですよね。僕は動画を撮るっていうのが常識であり、なんだろうな、日常生活の一部であり、仕事なのか遊びなのか常識なのか、よくわからないというね。<laughs> だから多分ね、あの、この常識っていうのがいいんじゃないかなと思いますね。 ま、習慣なんかつけられないじゃないですか。だって常識が違うんだから。ね。なんか常識違うことの習慣ってつけづらくないですかだから常識を変えるっていうのも結構いいんじゃないかなと思います。みんな習慣を変えよう変えようと思っても習慣変えられないじゃないですか。それはなんでかっていうと常識自解だからですよね。自分の常識じゃないから。今までの常識じゃないから。今までの常識はこうだ、みたいなね。でもそれは僕の常識じゃなかった。だからやりづらいですよね。 でもそれがデフォルト、自分の常識となってしまえば、習慣とかそ,そういうのじゃないんですよね、もはや。まあ多分、久保さんもそうだと思いますけど、別に習慣とかそういうのじゃないですよね。うん。まあ、この奥間長者合宿のリレーなんかすごくシンプルで、まあ,回あの、動画が来るから返すという常識があるから返せるっていう、たもう超シンプルに言うとね、久保さんから動画送られてくる、それに動画で返す。で、それが僕の中で常識で普通なんですよ。 だけど、久保さんもそうだと思いますけど、ワンツー動画撮るじゃないですか。僕、ワンツー動画もう何万本撮ってますよ。だけど、動画で帰ってくる人って、本当にね、多分ね、1000人に1人いるかぐらいの確率だと僕は思いますね。まあ、久保さんのところはちょっとわかんないですけど、確率的に、トータル的な確率で言うと、ワンツー動画送ります、動画でね、返してくる、返答してくる人っていうのは、まあ、本当千1000人に1人ぐらいかなっていう割合ですね。僕の肌感覚ですと。だから、つまり、動画で来ても、 何も返さないという常識だったりとか、メールで返すという常識なんでしょうね。僕は動画で来るから動画で返すという常識で。うん。だからまあ、常識が違う人に、あなたの常識を押し付けても <laughs>、通らないよと。だから自分の常識を通したいんだったら、その常識で生きてくださいっていう話で。うん。で、その常識が嫌なんだったら、違う常識入れないと無理だよと。 その18歳まで身につけたコレクション、その偏見のコレクションで生きていくんだったら偏見のコレクションで生きていけと。うん。だからな、なんか自分の常識を押し付けながらも人に教わろうとしている。なんかよくわかんないですよね。<laughs> いや、その常識があるからね、うまくいってないんちゃうのっていう。じゃあ成功してる人の考え方と成功してない人の考え方のこの常識考え方って一緒ですか絶対違いますよ。これ絶対違う。言い切ります。 言い切る。これは違う、うん。成功してる人の考え方と一般の成功しない人うまくいかない人生がなかなかうまくいかない人の考え方これ常識違いますよ考え方がうんでもしあなたが成功したいんだったら成功するための常識成功してる人の常識それを取り入れない限りあなたの常識はいつまでたってもアップデートされないし変わらないよってことですねいってらっしゃい